はいどうもチャンネル変わらんど川本文明です。今日はですね、あのバンダイさんから発売されてる生き物大図鑑の新作情報をお届けします。こちらカブトムシ03。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあというわけで、あの生き物大図鑑新作情報カブトムシ03やってまいりました。いやもう大変ですよ、カブトムシ03がもう出るということでね、何体カブトムシもあるんだうちにと、まあ、ちょっとちらっと見えます。ここ全部そうですからね、これ全部そうですからね。後ろクワガタも含めて何十種類かな。もう言ってみたらもうスズメバチも入れたらもうとんでも50体を超えてるでしょ。だって最初のカブトムシ7種類ですよ皆さん。で次何種類、2が4種類とかあったんじゃないですか、4、5種類あったとして、で今回がなんと6種類。もうカブトムシだけで20体ぐらいあるんですよ下手したら。でカブトムシが20体ぐらいあるから、そうですね、スズメバチも相当ありますし、クワガタだけ50体ぐらいあるんじゃないかな。もう50個の虫フィギュアすごいですよ。もうそこら中にいますからね、飾ってあって大変なことになってますよ。しかも大きい、まあ、クオリティ高いんでね、もっと綺麗なケースに並べたい。まあそんなね、今回もカブトムシがもうとんでもないことになってます。新作情報皆さんでラインナップ楽しく見ていきましょうよね。それでは新作情報ラインナップいきましょう、どうぞ。さあまずはこちら、ゴライアス大津の花むぐり出た。これはね、いきなり何ですか、変化球すげーの投げ込んできたな。これあれですよね、でもカブトムシじゃないんですって。これはねカブトムシじゃないんですけども、今回カブトムシ03にラインナップされました。これがですね、またこれなんだっけな、コガネムシの仲間らしいんです。コガネムシって普通1、2センチとかなんですって。それがですね、なんと110ミリあります。ゴライアスさん110ミリございます。でかいです、でかいんです。この大津の花むぐりでかいんでございます。そしてこのカラーリングすごくないですか、フォルムもいいし、でかい、欲しいなこれは。カブトムシじゃないにしても、そしてこの人の触れ込みがまたすごい、世界一重い昆虫、これだ、世界一重い昆虫ですよ。何ですかこれ、カブトムシで一番重いっていうのがね、ゾウカブトらしいんですよ。ええ、ゾウカブトがですね、なんと 50g。 あ、いやこれはこれで重いですよね、 50g あるんですよゾウカブト。まあ、ゾウカブトの画像も見ますか、こちらこの人です。もう人って言っちゃってもんな、これ50ミリ一番重いんですってカブトムシの中で。さあこの世界一重い昆虫ゴライアス大津の花むぐり、なんと 80g から 100g でございます。重い、倍ですよ、最大重量のカブトムシの倍以上、やばいよね、でっかいし重いし。これがゴライアスですよ、ゴライアスやばいですよ。これアフリカにね生息してるね、まあコガネムシというのかね、その虫なんですけども、
こちらね、本物もね、画像を用意してありますので、こちら。はい。まあ、よくできてますよね。本物こんな感じでございます。ゴロイアス、大津の花むぐり。これはすごい。さあ、気になるこのフィギュア。大きさですよね。180ミリございます。でかい。今回も大きい。180ミリ。そして可動が23箇所ございます。動いちゃいます。がっつり動いちゃいます。ありがとうございます。そしてね、このあれですよ。またゴライアスさんのね、特徴がね、飛ぶ時がすごいんですよ。前肢って言うのかな、前羽って書いて前肢、あの硬いところあるじゃないですか、羽の。あそこを広げずに後ろの羽が出て飛ぶんですよ。だから羽が閉まった状態で後肢が出てこう飛んでるような状態、すごくないですか。だから上をパカッて開く時間がいらないんですって。だからすごい早く飛び立てることができる。だから前肢なのかな、硬い羽、あれは本当に下手してガードのためにあるんでしょうね。すごいよね。ガードのためだけにあるんじゃないかなと。さすがでございます。ゴライアスの名前の由来はですね、旧約聖書のサムエル記に出てくる巨人ゴリアテから来てるんですって。巨人ゴリアテっていうのはね、英語でゴライアス、だからその大きい生物についてるわけですよ。最重量のゴライアス、大津の花むぐりね。あとね、ゴライアスがついてる動物いるんですよ。動物っていうかね、両生類、ゴライアスガエル、これもね、世界最大のカエル、ね、これもね、多分そのゴリアテから来てるんだと思いますよ。ああ、そうだ。あとね、白いやつとかいろんな色がいるんですって。まあ今回はないんですけども、これもちょっと見てみましょう。こんな感じ、すごいでしょ。すごいんですよ。白いのもいる。いつか出るんでしょうね。いやー、楽しみだ。さあ、続きましてこちら、ネプチューンオオカブト出ました。出たー。こいつは欲しいなー。あ、そうだ、台座付きだそうです。ゴライアスは台座ついてないんですよ。今回はネプチューンはついてますよ。ネプチューンオオカブト、海の神の名前をつけたネプチューンオオカブト、すっげーかっこいい。これだってもう体の半分が角らしいですよ。もうどんだけ投げんだよ。細長いんですって。そんで、で角もね、なんかもうここに1本の、ここに2本の、こっち1本の、やばいかっこいいですよ。大人気のカブトムシですよ。はい。ヘラクレスに次ぐね、2番目に大きいカブトムシ、ヘラクレスが1位なんですけど、2番目に大きい。さあ、角の数はこちらの方が多いですよ。これ人気あると思いますよ。ネプチューンオオカブト、名前がまずかっこいい。はい、これぜひとも欲しいですね。これ本物のね、写真も用意してありますんで見てみましょう。こちら、はい、これがネプチューンオオカブト。いや、欲しい。これも飾りたいわ。ぜひ手に入れて皆さんに、ご紹介しますんで待っててください。さあ、続きましてこちら、グラント白カブト、ホワイト。いやー、これは絶対欲しい。この色、白カブト出ましたね。これグラント白カブト欲しい。もう色が白いだけでもう絶対に欲しいもん。最大70ミリあるそうですよ。フィギュアじゃないですよ、本物ね。これなんか砂漠地帯とか北アメリカとかそっちの方の砂漠地帯に住んでるらしいですよ。ねえ、すげえかっこよくないですか、この色。なんすかこれ、本当にこんな色なのって思いますもんね。これなんとですね、今回も本物の画像を用意しております。こちらね、えこの色なのかよ。本物も欲しい。いや、儚いけどね、カブトムシね、寿命短いけど、これは欲しいな。はい、
さあ続きましてこちら、グラント白カブト、ブラック、うわ欲しい。そして台座付き、あホワイトの方は台座付いてないそうです。なんでだよ、つけてくれよ。ブラックは付いておりますんでね、どちらでも好きな方飾られるんじゃないですか。いやブラックね、これね毎回言うんですけど、ヘラクレスオオカブトもそうなんですけども、これあれらしいです、やっぱり湿度の関係で、湿度が高いと黒くなる、そして乾燥していくと白くなる、そんな感じらしいんですよ。あ、保護色というか、その変わるんでしょうね。いやーこれ黒から白になるとこ見たいな、本物も見たいな、これ見てみたいな、一度でいいからこれは、はい、ぜひ手に入れたいと思いますんでね、待っててください。さあ続きましてこちら、姫兜出ました。赤褐色と書いて赤褐色、または赤褐色、赤いやつですか。これはいいですよ。これはですね、姫兜はタイの相撲大会があるんですって。姫兜を使ったメイクワンという、でこれでね優勝したり勝ったりするね、姫兜がめちゃくちゃ高値でね売買されるぐらいね強い兜を求めるわけですよ。ただやっぱりカブトムシですから履かないですよね、早く死んでしまうんじゃないですか。だから毎回毎回強いのを探し求めるんですよ皆さんね。この姫カブト、これね日本のカブトムシとねかなり近縁らしいんですよ。で闘争心がすごいんですって、まただから相撲に使われるんですよ。五本角って言いますよね確か、もう同じような場所に住んでるんですけど、性格がおとなしいからこっちの姫カブトを使ってるそうです。いやこれは欲しいなぁ、ね、姫か日本ではねあれらしいですよ、飼育しちゃいけないらしいんですよ。ただそれに似た禁煙種がいるんで、そのなんとか姫カブトみたいのがいるんで、それは大丈夫らしいんですよ。ええということでね、これもぜひとも欲しいです。これ本物のね画像ございますね、こちら。まあよくできてるねえ、本物とね全然狂ってないですもん。だって大きさもね再現できるわけだから、もう原寸大ですよ。これはね台座ついてないんですよ。さあそして最後はこちら、姫カブトブラック台座付き、やった、台座がついてる。いやーこれはさっきね説明した通りの色が違うだけです。これは多分湿度とか関係ないと思います。要は日本のカブトと禁煙なんで、さっきの姫カブトが赤カブトみたいなもんですよ。でこっちが黒いカブトムシっていう感じだと僕は思うんですけど、いやーいいですね、欲しいですね、まず欲しい。姫カブトか、いいな、今回も素晴らしいラインナップだな、まあ、もちろんゴライアスはね絶対手に入れなきゃいけませんよこれね。なんとかコンプリートして皆様に開封&レビューしますんで、皆様もぜひとも楽しみにしてください。さあ気になる発売なんですけども、6月の3週目でございます皆様、3週目もう間もなく発売でございますので、ぜひともですね、ぜひとも、もうちょっと寝たらもう自分の手にゴライアスたちがやってまいりますんで、楽しみにしてください。生き物大図鑑カブトムシ03、6月第3週目発売でございますんで、楽しみにしま、はぁ、噛んだ、楽しみにしましょう。全6種類、いやー欲しいなー。というわけでね、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド、川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。